どうも皆さん、フリーザです。全然似てませんね。はい、どうも皆さん、トライアングルです。はい。まさかのね、トライアングルさん、やめてくださいって。マリオオデッセイなの、なんでフリーザの好きなんですかっていう方いると思うんですけど、僕実はね、PC 版、マインクラフト、ダウンロードはしてたんですけど、PC を、なんですかね、ゲーミング PC に変えさせていただいて、で、その名残で、ちょっとそのままフリーザ様、久々にダウンロードしてみたら、スキンがフリーザ様だったんですけど、なんと今回トライアングルさん、はい、正真正銘、サムネ詐欺でもなく、マリオオデッセイの、ハイフワールド、やっていきたいと思いまーす。おめでとうございます。祝、サムネ詐欺卒業と。はい。ですね。ちょっと早速やってみましょうか。気になると思うんで。で、今回、こちらね、マリオ、オデッセイワールド、こういうのあるよって教えてくださったリスナーさん、ありがとうございました。昨日のマインクラフトでね、教えていただいて、多分昨日の動画でね、マリオ、オデッセイのワールドを作るっていう、動画を上げておりますので、パート1。よかったら見てください。お願いします。概要欄で。はい。で、今回は、普通に、マリオワールド、マリオオデッセイのワールド、あそこのムーンですね。あのムーンを撮る、ワールドを今回使ってみました。そして、ずっと気になってると思うんですけど、今回こちら。帽子。はい。キャッピーの帽子をなんと、いきますよ。投げることができるんです。そうです。こういう感じでね、戻ってくると。そう。これ、旗から見たらどうなんだ？ちょっと待って。こうで言ったらどうなる？帽子は、被ってることにはなんないのね。なるほど、なるほど、なるほど。オッケー。よし。じゃあこれでしかも、なんと、この帽子、投げます。走ります。痛い！クリーパーいた？びっくりした。ちょっと待って、難しいね。あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、こういう感じで、あ、やば、おおおおグッバイだ、グッジョイ。ちょっと待って、これ出られないんですけど。あれ、こう、うまく、キャッピーを使いこなせ、トライアングル、飛べトライアングル。あれ、ちょっと待って、本当飛べない。ちょ、待って、飛べそう、いけ、ちょっと出たい。よし、来たー。あー、長かったー。よし、じゃあ早速ね、もう行きたいと思います。はい。行きましょう。ちょっと待ってね。行くぞー。まず、上に行くには、あれにはまずここだよね。とりあえず。マジか、やったー。むずくねー。こう、まず帽子投げて、こう、ジャンプ。二段ジャンプ、オッケー。よしよし。ここはいいか、そのまま行け。行けない！危ない。ちょっと待って。ほっ、よし、オッケー。で、次は、どこだ？え、あれ？あ、ここか。うわぁ、むずくないか。行くぞ。ここは帽子いるね。違う、難しい！うわ、めっちゃ飛んだ！え？やったぜ。やばい、ちょっと待って。めっちゃこれ苦戦した自信がある。どうしよう。いっか。行っちゃおうか。ほっ！あ、ナイス！分かってきた。これ分かってきた癖が。これさすがにちょっと申し訳ないから、これはやめとこう。こうしよう。オッケー。で、あの鳥いるじゃないですか。あの鳥にも実はキャプチャーできて、ちょっと待てよ。難しいんだな、これ操作が。ほっ！もう！よし、オッケー！慣れてきた。ようやく慣れてきた。こう、の、こうか。オッケー。よし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 。で、これジャンプして。いやー、むずい、これ、タイミングが。オッケー。ん？何の音？すぐ音する。で、今回、こちら、鳥がいますね。この鳥に帽子を投げると、なんと、キャプチャーできまーす。はい。ちょっと見たね、見せたな。ちょっと待って、勝手に動くんだけど、この鳥が勝手に動く。ちょっと待って。鳥、何してるんだい？めっちゃ飛んだ。お、これは、いけるんじゃないか。ちょっと待てよ。これで、ほっ！ OK！ よしよしよし。これちょっと近道できちゃうんじゃない？ OK。よし。で、これなんだ？ほっ。あ、やめしまった！危ねえ、よかった。よかった。まあいいや、ここから行こう。ほっ。
で、いける？難しい。